光とは何か。天才的な発明家ニコラテスラは1899年ジョン・スミスというジャーナリストのインタビューに答えた際、実に不思議な言葉を残しました。すべては光であり、世界中でこれまで存在した誰もが死んだことはない。彼らは光に変化したのです。光がなければ我々やこの宇宙すらも存在しない。光は宇宙の中で中心的な役目を担っています。このインタビューに対して多くの人は科学よりも神秘やオカルトと感じていたでしょう。しかし現代の先端研究は驚きの事実を私たちにもたらしています。そしてテスラはその時すでに宇宙の進化的な秘密を理解していたのかもしれません。テスラが指摘した宇宙の進化的な謎とは何か。それは光とどのように関連しているのか。光の核心とは何か。今回の動画では光に関する議論を展開したいと思います。まず最初にテスラがインタビューで述べた宇宙の4つの法則を分かりやすく日本語訳したものをご紹介します。宇宙には基本的な原理や数学的な枠組みが存在し、これが全ての謎の答えとなる原点です。この原理は宇宙全体と連動しています。この法則は我々が最初は理解できない闇のようなものが次第に明らかになり、光のように理解観察できるものに変わっていくことを示しています。物質を作るためには光が必要です。つまり物質は光から生まれ、光がなければその物質は存在できません。宇宙には始まりも終わりもなく永遠に存在します。そしてこの3つの法則が連続して相互作用しながら宇宙は絶えず進化していきます。要するに宇宙には基本的な原理があり、この原理を通じて未知のものが明らかになり、その光の力によって物質が生まれ、そして宇宙はその法則に従い永遠に進化していくというのがこれらの法則の意味です。私たちが物事を視覚的に認識するのは光の存在によるものです。正確には私たちの目は物を直接捉えるわけではなく、物から反射される光を捉えます。これが脳に入って電気的信号として変換され、物体として解釈されるのです。そのため光が存在しなければ私たちは視覚的な情報を全く得られず、真っ暗な状態になってしまうでしょう。古代から人々はこの事実を認識し、光の真実を求める研究を続けてきました。紀元前300年、幾何学の巨人、古代ギリシャのエウクレーデスは、近いものが大きく、遠いものが小さく見えるという普遍的な現象について、光の入射角と反射角度が等しいことを発見しました。これは数学を使って光の一部の特性を明らかにした初めての瞬間でした。17世紀、物理学の巨匠、アイザック・ニュートンは、実は光に対しても深い興味を抱いていました。彼は、なぜ光が目に入るのか、という疑問から、目に外部からの圧力を加えたとき、光がどのように変化するのかを調査するため、自らの体を実験に用いました。眼球を圧迫するために、彼は眼球の隙間に針を挿入、その結果彼の目には7色の虹が浮かび上がりました。さらなる追求の中で光がプリズムを通過するとき各色に分かれることを発見し、白い光が多様な色の光で構成されている最初の証明となりました。ただしプリズムを使って色を分解すると、例えば赤色の光はプリズムを通しても変わらず赤のままでした。この現象に対してニュートンは、光の中になぜ様々な色が含まれているのかの完全な説明をすることができませんでした。しかし彼は長年にわたる綿密な観察と試験を通じて、光は非常に微細な粒子でできているという結論を得ました。この考えは長い間真実とされてきました。しかし1805年、
物理学者トマス・ヤングは彼の実験を通じて光が波の性質も持っていることを示しました。もし光が純粋に粒子だけでできているのなら、ヤングが示した光の干渉という現象は起こり得ないはずです。この発見を受けて多くの科学者はニュートンの理論が誤りであると考えるようになりました。1860年になるとジェームス・クラーク・マクスウェルは電気と磁気の相互作用を研究し、電磁波の理論を確立しました。彼の方程式は科学の歴史において非常に大きな影響力を持ちます。そしてその方程式を解いた時、さらなる神秘的な事実にたどり着きました。それは電磁波の速度が光の速度と同じであることが判明したのです。マクスウェルは光の正体は電磁波であると結論付けました。これにより光は電磁波の一種であることが確認されました。そして光が様々な色を持っている理由も明らかとなりました。それは電磁波が様々な周波数で振動することにより異なる色として認識されるからです。この理論は人類の光に対する理解を一歩前進させました。しかし後のアインシュタインの研究や量子力学の発展により、光の本質に関する理解はさらに深まりました。ニュートンが主張していた光は粒子であるという考えは一部正しいことが示されました。一方トマス・ヤングやジェームス・クラーク・マクスウェルの光は波であるという理論もまた正しかったのです。結果として光は波と粒子の双方の性質を持っていることが理解されるようになりました。さらにアインシュタインの方程式 E=MC の事情から、質量とエネルギーは等しいということが示されました。これにより物質はエネルギーに変わり、逆にエネルギーは物質に変わることができるということが理解されました。この変換の過程において光がキーとなる役割を果たしていることが示されました。光の研究の歴史を見てみると、初期には光が粒子あるいは波のどちらかだと思われていたのが、後に光が同時に粒子と波の両方の性質を持っていることが明らかになりました。この進展に伴い、光がエネルギーを伝える手段であるという知識も得られました。そして人々の光に対する理解はより深くなっていきました。それにもかかわらず、これはまだ始まりに過ぎませんでした。科学者たちは光が私たちの生活の中での多くの出来事に密接に関わっていることを次第に認識していきました。光は私たちが世界を見るための手段として欠かせない存在ですが、それだけでなく私たちが物を触れる際、すなわち触感にも関わっています。具体的には、私たちが物に触れることや物をつかむことができるのは、物質の中で働いている電磁相互作用の結果です。例えば私たちが足を滑らせずに歩けるのは、靴と地面の間の摩擦力が働くからで、その摩擦も微細なレベルでの電磁相互作用によるものです。同様に握手をすることやペンで書くことも電磁相互作用の影響下にあります。1940年代に発展を遂げた量子電磁力学の理論によれば、この電磁相互作用によるエネルギーは実際には光子を通して伝えられています。これを意味するのは、もし光が存在しなければ電磁相互作用が働かなくなり、私たちは物を触ったり感じたりすることができなくなるでしょう。さらに物質を形成する原子も電磁相互作用に依存しており、光がなければ原子、そして私たちやこの宇宙すら存在しなくなってしまうのです。そしてその深遠な秘密に近づいてきたように思えます。宇宙を形作るための基本的要素として、光は物質やエネルギーと深く結びついている重要な役を担っているようです。しかし物質やエネルギーだけでなく、情報もまた宇宙の重要な構成要素です。光は情報の伝達にも中心的な役割を果たしており、太陽の光を通じて太陽に関する情報も受け取ることができます。実際星と宇宙について学ぶための主要な手段は光に依存しています。人々は宇宙望遠鏡を使用して星からの光を研究し、その光から星に関する情報を収集します。
同じく宇宙マイクロ波背景放射を通じて宇宙を研究することも光の情報を解読する行為と言えるでしょう。もっと日常的な観点で見ると、私たちが情報を受け取る主な方法は視覚です。視覚とは基本的に光をキャッチする行為で、これは光が情報を伝えるツールとしての役割を示しています。要するに宇宙を支える3つの要素、物質、エネルギー、そして情報は光の存在なしには考えられないのです。冒頭で触れたニコラテスラの全ては光であるという考えを再度考えてみましょう。これは最近の研究が示している光に関する知識と酷似しています。しかしながら、これまでの光に関する知見の多くは主に理論的な分析に基づいています。そのため実験を行ってこれらの理論を具体的に検証し、同様の結果が得られるかどうかを明らかにすることが重要です。1929年、カリフォルニア工科大学の物理学者チョーは何もない場所で光を生成する実験に成功しました。彼はガンマ線の高エネルギービームを鉛に当てると驚くことに光が現れました。後の研究でこの光は電子と陽電子の消滅の結果放出されたものだと判明しました。この実験から物質が消えるとき代わりに光が生まれることが明らかになりました。これは物質が消失することと光が生まれることの関連を示唆しており、それによって新たな疑問が浮上しました。もし物質の消失が光を生み出すのであれば、その逆に光は物質を生み出すことができるのではないか。2021年、アメリカのブルックヘブン研究所では研究者たちが2つの金イオンを同じ直線上で高速の 99.995% という驚異の速度で動かし、光子同士を衝突させ、その結果生じる現象を観測しました。このテストの主目的は光子間の衝突時にどのような反応が生じるのかを確認することでした。そして驚くべきことに、その衝突から6000個を超える陽電子と電子が生成されたのです。これは光が実際に物質を生み出すことができるという理論を裏付けるものでした。過去約100年の間に行われたこれらの実験は、物質が光に変化し、逆に光から物質が生成されるという事実を明らかにしました。この発見をもとに考えれば、宇宙がビッグバンで生まれた際、全ての物質やエネルギーが何もない中、または光から生じたとも考えられます。テスラがどのようにしてこの光の真理を知ったのかは明確でないものの、彼の知識は私たちが現在知っている範囲を超えているようです。このような興味深いテーマをこれからもお届けしていきます。もしまだチャンネル登録していない方は、ぜひとも登録をお願いします。そしてあなたの感じたことや思ったことをコメントでシェアしてください。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。